こんにちは。お久しぶりです。久しぶりだ。お久しぶりです。すいません。ビールを2つ、はい、お願いします。お願いします。小沢さん、こういう居酒屋って来るんですか？うん、でも好きなんだよね。あ、そうなんですか。うん、そう、そこまでがあのね、ガブガブお酒飲むタイプじゃないんだけど、お酒のこうつまみとかも好きだし、うん、お互いお疲れ様でした。乾杯。よろしくお願いします。初めてお会いした時、うん、僕もすごいやっぱり憧れだったので、うん、であの時はもう今会う時もすごい緊張しましたけど、うん、あの時ももっと緊張してたんで嘘、はい、本当に話した内容とかも覚えてないんですよ。一個覚えてるのは僕あのツーシームのことをお話ししてもらって、うん、いやそのツーシームっていうそのコントロールがなかなかつきづらいでしょ、うん、だからフォーシームをちゃんと大事にした方がいいよっていうお話をもらって、うんうんうん、僕からフォーシームを大事にしてたんですけど、うん、まあでもやっぱ最後は、うん、もうツーシームダイアルになってました。俺も一緒だからアメリカで過ごしてる時の方がまあ気楽かな。あ、そうなんですか。やっぱり、うん、やっぱりあの常にこうね、人の目をなんかこう気にしないとねいけないっていうのはアメリカではそれないから。あ、そうか、うん、いやでもアメリカでももう大スターじゃないですか。いやいやいや、そんなもうすぐ言われるんじゃないですか大好きとか言って。いや、ボストンだとね、ボストンだと言われる。そうですよね。そう、もう僕はやっぱり高校の時の印象が、うん、ファンの方多分あのすごい強いと思うので、うん、さっきもあの歩いて言われたんですけど、うん、あ、もうこんなに大きくなったんだねって言われてプロ野球で11年やったのに、そこでもまだやっぱりあの時の印象が強いんだと思って、うん、こうプロ入って20、ね、20年以上経つけど、うん、やっぱ高校時代のことはね言われるし。本当ですか。うん、あの頃はすごかったみたいなね、やっぱり言い方をされる。そうですよね、そうですよね。いや、それも一緒だよね。いや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 、その先もあるからってね、その後もあるからって思うけど。そうですね。そう、別に、うん、もうその時から見てくれてるんだと思って。練習って好きでした。練習？はい。嫌いです。そうですよね。うん。でもね、嫌いだったけど、あの結果出す。ためにやらなきゃいけないって思ってたから、はい、うん、特に何が一番嫌いでした？走るのだね。あ、うん、でもそれこそ高校時代すごい走られたってこう出てくるじゃないですか、うん、それも走らされただからなるほど斉藤くんの引退試合、はい、家で見てたんだけどさ、はい、そう、なんかもうなんか いろいろなんか考えちゃう。どこどこ痛いんだろうなとかさ、うん、もうどれぐらい痛かったんだろうとかさ、そうですね、なんか自分とこう重ね合わせてなんか見ちゃって、はい、投げてる姿見せたらなんかそのなんだろうな、そう、感動しちゃってさ。ありがとうございます。勝手にいやすごい大変だったろうなって思いながら見てたよ。ありがとうございます。2人しかわからないね、感覚とか気持ちとかって絶対あるだろうなと思って、はい、うん、でも松坂さんが例えば病院とか、うん、クリニック作られたら、うん、なんかすごい面白いだろうなと思ってたんですよどんなリハビリ方法とかを提供して、うん、なんか怪我をし、まあ、もちろんする前からですけど、うん、まあ、してからのこのプロセスをどういうふうに歩ませるんだろうなっていうのが、うん、あ、そうだね、勝手な想像してたんですけど、できればね、投げられなくなる状態にならないようにする、ね、メカニズムをやっぱりこう確立させたいよね、うんうん、そうですよね、うん、やっぱ同じ思いはねしてほしくないっていうか。そうですね、うん、あんなに投げることが好きだった自分がやっぱり投げることがやっぱりね最後はきつかったから。そうですね、うん、もう投げたくないってね思うところまで行っちゃったし、うん、うん、僕もつ煮込み、いいですね、小さい時から好きなんだよね。もつ煮込みですか。そう、おしゃれですね。そう、お父さん今更なんですけど、うん、大輔さんって呼ばせていただいてもいいですか。なんかあの周りの人たちみんな大輔さんって大輔大輔って言うじゃないですか、うん、なんか羨ましいなと思って何でもいいよ。もう、ありがとうございます。もう
大ちゃんでも何でもいいよ大ちゃんは呼べないです大輔さん、うん、初めてお会いした時に、うん、グローブくれたじゃないですか。あげた、持ってった。そのグローブ僕今日持ってきたんですよ。すごくないですか。いや懐かしい。僕でもこれいただいて、うん、もちろん一回も使えずずっと取ってあったんですよマジで。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか確かにすごい。いや久しぶり見たよそれ。すごくないですかこれね。ほんと向こうに行った時の最初に使ってたね、はい、形だよね。ボールもありますボールもありますちなみになんですけど、うん、スライダーの握り、すいません、教えていただいていいですか今、はい、何種類か持ってて、はい、その日一番投げやすいスライダーを使ってた。そう、基本的には変わらない、ベースになる、うんうん、握り方は変わらないんだけど。そうなんですか。そう、この輪っかをこうちょっと先の方に来るようにしたり、うんうん、親指をちょっといつもにもこう真下に持っていくようにしたり、逆にこう握る。すごいですね。そう、それで投げれるんですか。その日によって変えてた。すごい。斉藤君のまあ得意としてた、うん、まあ、頼りにしていたボールって何だった。高校生の時はもうスライダーだったんですけど、うん、プロ入ってからはもう何を投げていいか分からないので、うん、何投げても打たれる気がしてますし、うん、だからそれこそその日通用するボールを、うん、どれが通用するんだろう、うん、で僕一応スライダー、カットボール、うん、フォーク、チェンジアップ。球種は豊富だったもんね。そうですね、うん、まあ、全部なんかそのいわゆる器用貧乏みたいな感じで、うん、なんか全部中途半端で、うん、でもそのバッターによって、うん、なんか通用するボールと、うん、そうじゃないボールとあるじゃないですか、うん、なんかその日の調子見ながらですね、うん、あ、そうだと思う、はい、すごく真っすぐ投げてるなって思って。あ、本当ですか。うん、その斉藤君投げてるそのボールにはこう意思を感じる、はい、うん、意思がこう伝わるボールだって、うんうんうん、そうそう、やっぱここに投げたい、ここに投げるぞっていうのがしっかりこう伝わる、あ、うん、ボールだったなって。やっぱそれね、やっぱり高校生で見ててもなかなかそういうピッチャーっていなかったから、いや、松坂さんにそうやって言ってもらえると思うので自信持って生きられますありがとうございます。でもあの時僕本当に無我夢中で投げてたんで、うん、その意思なんて考えたことないですよ。そのもうとにかくもう思ったところに、うん、もう腕振ってしか考えてなかったので、うんうん、ね、その気持ちが乗ったというか ね、 ああ、そうですね、思いが乗ってるこうボールだなってね思いながら。あの頃怪我したらどうしようみたいなことって考えてました考えてないですよね。考えてない。でプロに入ってからはちょっと考えるようになりました。いや考えてないね。カメラが趣味なんですよ。え、だ今度ちょっとスポーツ選手も、うん、撮ってみたいなと思って、うん、今まで撮られる側だったのに、うん、撮る側の気持ちってどういう感じなんだろうと思って、ちょっと今度撮らせてくださいね俺大輔さん高校時代、うん、モテましたよね。いや別にモテてはいないと思う。モテる選手は他にいたと思う。いやいやいや、うん、いや、たくさんファンレターとかもらったよ。はい、もらったけど、はい、それはまたね、なんかモテるとは違う。まあ、斉藤君もたくさんファンレターももらったと思うけど、それはもう完全に俺とは絶対違う。いやいや、そんなことない、うん、こっちは完全にモテる。いやいやいや絶対モテたよ。そうっすでしょ大輔さん、これからって、うん、これからの夢って何があります。これから夢、はい、そうだね、うん、夢というか目標というかね、うん、うん、野球場作りたいんだよねそれ僕も一緒なんですけど。あ、本当？はい、そう、野球場作りたいってもうね、これはずっとね思ってたんだよね。へー、うん、子供たちがまたそういうこう、まあ、メジャーリーグとかね、うんうん、プロ野球とかそういうこう目標をね、うん、持ってくれるような、うん、そんなきっかけになるような、うん、まあ、施設、球場、うん、野球場作れたらなって思ってんだよね。やっぱり日本にですよね、もちろん日本に、日本に、あ、うん、
僕小学生4年生の時に、うん、初めてだから大輔さん の, そのテレビの映像を見て、うん、ああこんな風になりたいなってやっぱり思ってたんですよ、うん、でプロに入ってからも、うん、大輔さんの活躍を見て、ああこういう野球選手になれたらいいなってずっと思ってたんですよね。本当でずっとやっぱりお会いしたかったですし、うん、でも会ったら何話すんだろうっていうのもあったんですけど、うん、でもこうやってあの、ま、お会いできて話できてすごく嬉しいです。いやー俺もでもやっぱり高校の時にさ見てやっぱずっと気にしてたんだよね。うん、だけどなんかねあまりこっちからなんかどうなのってこう声かけるのもうっとうしいかなって、だからこう静かにこう、まあ、静かに野球で、ね、することなんて無理だったんだけど ね, ね私たちも無理だったんだけど、はい、そう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 、なんか集中できるね、はい、そのライオンズの球場行った時に、うん、もしかしたらいるんじゃないの、うん、って思って、うん、ちょっと今日大輔さんいる、うん、って聞いたら、いや今日いないんだよとか言ってあんだよみたいな、めちゃくちゃ会いたかったので、行くたんびに、うん、今日いるって言って、いやいないんだよいつになったらいるのみたいな。逆に俺はハムが来た時に今日投げんのとか、本当ですか、そうキースさん今日来てるとか、本当ですか、そうキースだキースだ、そうそうそう、だから俺聞いた時もいや今日は来てないらしいですよ、はい、ってなんかキースだから、へえ、そう、いやなんかお互いね思い合ってたね。いや僕はもうめちゃめちゃ思い続けました。そうそう、やっぱ俺もめちゃくちゃ気にしてたから、そう。でもあのこれからもやっぱり野球を引退されたとは言っても、うん、大輔さんのことはやっぱ憧れてますし、これからもいろいろお話聞かせていただきたいなと思うんですけど、うん、この関係性っていうか、うん、これから続けていっていただけますか、うん、あいいね、またね、これからまた違うところでね、はい、なんで今日話せなかったところね、はい、話したいし、お互いこれから新しい、ね、道進んでいく中で、はい、やっぱどうしていくのか気になるしさ、はいね、もしかしたら一緒に何か、ね、できることもあるかもしれないし、野球場も一緒に何かできたらいいなと思って、ね、はい、これからちょっとね2人で会ったりしてご飯食べに行ったりね、飲みたりする機会増やしていきたいね。ぜひ、ありがとうございます、お願いします、ぜひ。やっぱりビールは美味しい、嬉しい。キリン一番搾り。